はい、皆様どうもマフロです。はい、今日はですね、ここ上楼モーンの城の中ですね、中のボス、以前はあれですけど逃げ帰ったわけですけどもちょっと強そうだったんでね、ある程度強くなったのでやってみようと思います。さあ、クラゲでいいかな。いざ。あの時とは違うぞ。痛いな、それでも痛いないやでもだいぶ楽になってる。ガードブレイクされたクラゲええなクラゲさん頑張れちょ、切るなお前あ、何すんねん。いった、あらら、ちょっと油断しすぎたな。でもあれかな、ちょっと強くなりつけたからもっと早めに来るべき相手だったかもしれない。ちょっと余裕でクリアできそうだよな、この感じだと。ちなみに一番ボスに強いのって今のところなんだろう。まだ3つしか持ってないけど、消費 FP 的にはこれなんだよな。でもクラゲが一番打たれよ弱いし、遠隔だからいい気がする、ボスには。 あくまで持ってる中ではですけどね。それでは行ってみましょう。今度こそ勝ちます。ちょっと今油断してたのもあるな、思ったより楽やんと思っちゃった。ちょっと強くなりすぎたね。これで半分だもんな。ガードブレイクはうざい。痛い。もう剣技は使えないか。頑張れクラゲー、やめろよし、勝ちました。剣継ぎの体験、体験。ちょっとレベル上げすぎたと、この剣が結構使える。あのちょっと前に出した動画で取得の方法はやってますんで、よければブログの方お願いします。あれ、この先なんかあんの？穴があるって。どこに？この城の中にってこと？城、城じゃない。よくやった。ローリングでってことかな。あれ、花の予感。
どこじゃ。神のよ。この先行けるってこと。反省の時間。いや落ちるよねこれね。きっとね。ああまだ進めるっぽいかこの先も。いや進めないでしょ。なんだろう、わからないな。あ、これ取り返してなかった。穴なんかないやん。わからないですけど、とりあえずまあここのボス撃破したんで、一回切っておきます。この先なんか分かればね、また新たに動画撮ろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。